どうもピチピチなテクタンと申します。ドラゴンクエスト3実況プレイパート9始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで、ここノアニールに今ねレベル上げとかしてて、まあ、いるだけですいるだけです。まあ、お金こんだけ貯まってレベルは一応こんな感じになりました。で、ちょっとね本を読もうかなって思います。ちょっとね調べました、性格について。さすがにねもうドラクエ3するのも3回目になるんで、さすがにねちょっと知らないままこの性格についてちゃんと分かってないまま何も生かさんとやるのはちょっともったいないんで、もったいないし全然覚えてないし覚えられないんで、もうねちょっと攻略見まーす。でねこのテクルスのわがままっていう性格がまあまあよろしくない補正がねほぼマイナスやったんよね。ちょっと待ってくださいね。ちょっと調べますね。で、まあ、変えますテクルスは。わがままが待てよ待ってよ、もうちょっとねツンデレメイドが送る純情ラブストーリーのね広告めっちゃ開いちゃうんですけれども、これ何なんですかね力マイナス 5%、 素早さプラス 5%、 体力マイナス 10%、 賢さ運もマイナス 10% ってまあよろしくないんで、テクルス本読みます。どれを読むかなんですけれども、この力の秘密これ読みたいと思います。うん、簡単に力を強くできる方法が書かれているテクルスは力自慢になったということで、力自慢だと、性格は、力がプラス30の補正かかりますね。素早さがマイナス20になるけど、まあ、それはもういいでしょう。うん。で、賢さ運も、まあ、マイナスなんですけど、ちょっと、マイナス30とか20とか結構すごいんですけど、ちょっとテクルスがさ、やっぱり力必要になってくるじゃないですか。要になるので。なのでテクルスはちょっと変えます。で、あとどうやったっけな、クローニンは、まあ、いいかな。マイナス3つあるんですけど、力と、体力がプラスで、体力がプラス 20% で体力欲しいんでね、ヒッピー上げたいの方もまあこのままでいいでしょう。で、頑固者がどうやったかな、頑固者が、素早さマイナス20の体力プラス20。賢さはマイナス40で、運もマイナス30。あんま良くないんですけど、まあいいでしょう。で、すばしっこいがどうかな、すばしっこいが、素早さはプラス20なんですけど、あとマイナス20ですね。で、なんか一個ね、勇気 100%、100倍やったわ。勇気 100% は歌やわ。これが何の性格になるんやったかな、命知らずですね。命知らずが力はマイナス5なんですけど、素早さがプラス20で体力プラス15、賢さ運が補正なしで、まあ、力はちょっと減るんやけど、素早さも体力も上がるからね。素早さ上がれば守備も上がるんで、結構いいじゃないかなって思うんですけれども、それ誰にするかちょっと悩ましいな、ちょっと悩みます。決めました。ドリームにします。ドリームが素早さがマイナス補正かかってるので、うん、まあ、守備力をちょっと上げたいっていうのもあるんでね。ブーリンが体力マイナスかかってる。いやー、ちょっと待って、でもヒッピー上げたいなうん、やっぱりブーリンにします。ブーリン。もう一個ぐらい落ちてへんかな。ブーリン。で、あとの悲しい物語やったら、無鉄砲なほどの勇気を自分のものにしたと。命知らずいいでしょう。他のね、本はちょっとあんまり、なんかどんなんやったか忘れたけど、いいなって思わなかったんで、やめます。さあ、それではルーラで、お待たせしました、イシス。ちょっと行って、イシスでお話ししましょうかね。一回とりあえず村入ろうか。で、体力が全然回復してないんで、一回宿屋泊まってから、もう一回防具屋さんちょっと見てみようか。ちょっと夜にはまだできてないです。うん、行ってらっしゃい。
淡々で今こんな感じですね。ブーリーのヒッピーが低いな。まあ、テクルスも低いんですけど。で、武器防具屋さんが、どこにあったかな。あ、道具もちょっと補っとこうか。薬草を、とりあえず、まあ、いっぱい持たせつつ、で、余った分袋に入れて、袋の薬草も増やしつつみたいなね、そういう、なんていうか、ちょ、キメラの翼そんなにいらん。ちょっと、簡単にね、簡単に雑にね、買い物をしていくスタイル。毒消し草も、ちょっとだけ買いたいですね。うん。で、毒消し草を、まあ、3つぐらいあったらいいかな。ほんまかな。いや、キアリーないのちょっとしんどいよね。で、キメラの翼もまあ、2個ぐらいあればいいかな。よし、いいでしょう。で、防具屋さんで、防具屋さんどこや？これは？これ道具屋か。なんで2個あるんやろうね。ここか。どう考えても違うよな。あれ？どこや？どこやどこや？ここか。ちゃうな。どこ行った？あなたはソクラスでしょ？あら？あ、ここか。なんか1500円ぐらいのいい感じのなかったっけ？キナのローブだ。じゃあ、これを、ブーリンに来てもらおうか。整理しない。いいえ。交換してくれや。交換してくれや。じゃあちょっと、ブーリンの、絹のローブとかやから服脱いで。今、旅人の服やったんか。そう。そう。とりあえずじゃあ、今裸になってます、ブーリンは。絹のローブを、じゃあブーリンに着ていただきましょう。オッケー。これでちょっとマシになるんじゃないかなって思います。870円しかないんで。まあ、もう買い物はいいでしょう。じゃあ、お待たせしました。お城の方行きましょう。こっちか。よし、お城来たよ。石州城にようこそ。砂漠を旅してお疲れでしょ。どうぞごゆるりと。優しい。歓迎してくれるもんなんやね、お城って。広っ。あ。そこどうやって行けます？行ける意味あるん？これって。ここね、出れる意味。なんかあったっけ？モアイ。プラススフィンクスみたいなやつがね。あそこは、出れるね。ここって出る意味ある？ちょっと待って、出すぎたな。出すぎた真似をしました。一歩だけ出れる。そっからこう上に行ったりして、こんなとこあったっけよ。誰？俺はこの城にあるという星降る腕輪を探している。それだけ？なんかこの辺入れたりとかないんかな？それか鍵がいるところなんかな？まあ、ここに星降る腕輪があるよっていう情報がね、大事っていう、そういう感じかな。で、正面からでなく、この謎のここからでも入れますよと。じゃあ、ここから入ってみる？狭い。あ、降りちゃった。まあ、いいか。心親なんじゃない？いや、なんか違う気がするな。これでしょ、星降る腕は多分。ここにあるの。これ。なんや、鍵とか絶対あるでしょうって思ったらなかったわ。あ、私の眠りを覚ましたのはお前たちか。いいえ。そうか、違うのか。これは飛んだ人間違いをして悪かったな。違うです。これ多分、戦わなあかんよね。無理です、無理です。星降る腕は、そうやな。誰にしような。ティクルスしとく。ラックの種と交換するか。
ケース、あの、装飾品は何も身につけてなかったんでね。つけない手はないんでね。うん。で、こっから出たら、そこに出るわけか、なるほど。ただ、ここに来ても特に意味はないと。全然、城の正面とか、とは繋がってないんやね、ここ。ああ、違うんです。この真ん中から行けるとか、そういうこともないんか。オッケー。んなら、じゃあ正面から、回ってお城、入りましょう。よし、お邪魔しまーす。いやー、大変だったんですよ、ここまで来るのにね。言うてレベルもなかなか上がれへんし、メタル狩りできるんかな、このメンバーって。にゃーん。あったねー、猫がいっぱいのお城。にゃーん。いやー、今でも可愛いけど、コロ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 。HD2D 版になったらさらに可愛くなる気がするよね、猫ちゃん。古い書物によると、ピラミッドにはいろんな仕掛けがあるらしい。気をつけるこったな。いや、仕掛けあるん覚えてるけどさ、正確には覚えてないから絶対引っかかる気がする。おそらくあなたが方もピラミッドへ向かう向こう水な旅人。けれど気をつけなさい。ピラミッドには呪文の効かぬ場所があるそうだ。なんか、あったな。え、ちょっとやばくないそれ。ワイラやばいぞ。ああ、たくましい人たち。女王様もきっと気に入ってくださることでしょう。砂漠を旅してきたの？花の玉の皮がむけかかってますわよ。あら、超日焼けしてるんや。あ、負けたらあかん。負けたらあかん。ピラミッドは王家の墓。亡くなった王と共に多くの宝物も埋められたそうだ。じゃがピラミッドを荒らす泥棒は後を絶たず、嘆かわしいことだ。ちょっと待って、今負けたらあかんやったよね。負けたらあかんもちょっとさ、すごろくけんだーい。ちょっと調べて、あの、性格変えるかどうかちょっと決めたいね。負けたらあかん。お花が綺麗。これ花壇なんかな、一応。子供が歌うわらべ歌には、ピラミッドの秘密が隠されているそうですわ。でも私には何のことやらさっぱり。なんか東がなんちゃら西がなんちゃらみたいな言ってなかったっけ、スイッチボタンがみたいな。女王様をお守りするのが私の役目。ああ、私はなんて幸せな男だ。まああなたが幸せと思ってるならいいんじゃない？俺は女王様のためなら死ねる。ああ、女王様。君のためなら死ねるっていうゲーム全然知らんけど、どんな感じなんやったっけ？なんか聞いたことあるはずなんやけどさ、どんな内容やったか忘れちゃった。ねえ、一緒に歌おうよ。あ、歌ってよ。まん丸ボタンは不思議なボタン。まん丸ボタンで扉が開く。東の西から、西の東へ、西の西から東の東へ。はい。わかりました。メモしますね。はい、メモできました。メモとは。うん、4つボタン押せってことね。私たちは女王様にお仕えする女たちです。女たちですって自分で言う言い方よ。イシスに住む女なら誰もが憧れる役目ですわ。そうな？我が女王様に怖いものなどありませぬ。たとえ魔王といえど、その美しさの前にひざまつくでしょう。いやー、めちゃくちゃ美しくね、リメイクされること期待しております。みんなが私を褒めたたえる。でも、ひとときの美しさなど何になりましょう。姿形ではなく、美しい心をお持ちなさい。心にはシワはできませんわ。これさ、なんかフルボイスっぽい感じやったからさ、誰がどんな、でもどうなんやろ、ここら辺とかってフルボイスになるんかな、どうなんやろ。テクルスが次のレベル、あ、教えてください。1285、1538、テクルスが一番最初に上がりそうね。まあ、2000以内って感じか。じゃあまあ、とりあえずセーブして、でもなんか何々しなさいっていう明確な話は教えてくれへんのよね。ピラミッドで何をしろとかっていうそういう話ってないんや。そう。これどこに出んの？ああ、もう外に出ちゃうね。じゃあオッケー、ちょっとじゃあ負けたらあかん調べますね。負けたらあかんはなんか昔キンキキッズがしてたバラエティ番組だそうですけど、そういう話はさておき、負けず嫌いになって、力マイナス5の素早さと体力がプラス 5%。で、賢さと、何やったっけ？運はマイナス 5%。ちょっとなんか、
わからん。からやめとく。ちょっと一旦置いとくわ、なんもせんと。じゃあピラミッド行ってみる？このレベルで。このレベルでって行こうとしての自分やけど。55か経験値。ちょっと結構きつくない？ 55 って。あ、16あるんか。だって1000、10回や、試合してもさ、ああ、ピラミッド。10回試合しても500でしょ？うん。まあ、とりあえず行ってみますか。これ穴あったと思うんやけど、どこにあったかな？空っぽ。これ全部空っぽやったっけ？穴、落とし穴。あ、真ん中か。これどっから登れるんやっけ？ここか。ここか、ここか。さあ、そうですよね。敵が新しいですよね。ここって魔法使える、使えへん場所やっけ？ちょっと、あ、どうやろ。ちょ、魔法トーンで。うわ、マヌーサ。なんか意外と大丈夫やった。あ、このフロアか。魔法使えへんの。じゃあ殴っていくしかないけど。ここに落ちるわけにはいかへんっていう感じやね。まあまあまあ。トライアンドエラーでやっていきますよ。スクルトすんな、スクルト。あ、そうや、ムチ持ってたんや。そうなってくるとさ、ムチ持っとくのもありかもしれんよね。いざとなったら攻撃できるように。銃取るな、銃も。こっち MP 命なんや、銃も取るな。ただスクルトとか書きよったけど、冷静に考えたらそっか、敵も魔法使えへんのやね。ありがてえ、ありがてえ。それなら、なんか全然効いてないなと思ったけど、魔法塔もマヌーサも。ちょっとちょっと、避けるんやめて、テクルスの攻撃だけはせめて避けんといてほしいな。あと、ブーリンの毒針がね、いい感じで刺してくれれば嬉しいんやけど、なんやったらじゃあもうマヌーサとお不思議な踊りやめてー。しかもテクルスからかホイミヨインやのに。頑張れ。かわすな、ミヨ。いや、ほんま、魔法ギラって大事。多分この人らって上でも出てくる。テクルス？ちゃんとB 攻撃して。分散させないで。とか、いやーナイス、いらんねん。ちゃんと集中して一匹ずつ確実にね倒していこう。ホイミもできないんですよ。あー、これ見てるみんなもね今イライラしてると思いますが、これ以上はやめよう。あ、ナイスナイス、通った通った。私はね気が割と長い方なんでね。よし、どんぐらい経験値くれる？ 5！なんで？そんな感じやったっけ。ここってさ、なんか確か黄金の爪がどっかにあったと思うんですけど、このフロアやったかな。あ、マミーや。ちょっと覚えてないんやけど、黄金の爪を取ると、あ、ちょっとこいつ強いかも。エンカウントがね、一歩歩けば1エンカウントみたいな、なんかそんな感じになってたと思うんですよね。ただ、それはもちろん大変やし、あ、でも装備したらか、ここにね、装備できる人いないんで、取りに行きません。まあ、死ぬよね。そう思ってた。ちょっとね、まあ、全滅してでもとりあえず、もう連打で戦っていこうかなと思う。まあ、呼ぶな、呼ぶな、他人呼ぶな。やっぱ逃げるべきやったか。さようなら、さようなら、痛恨、やめてくれよ。オーテクルス死んでしまったかわいそう。
金半分になっちゃったな。まあ記録はするか、とりあえず。1500あったらさ、1500あったらなんか装備変えたのにって思ったけど、そもそも復活にお金がかかるな。じゃあ一旦とりあえず全員復活させますね。はい、戻ってきました。ちょっと変わったことがあって、ホムホムのに、星降る腕輪をつけました。魔法使いが素早い方がいいからね。多分この真ん中4マスぐらいがあかんかった気がするんで、避ければ大丈夫。さあ誰？あー、また知らんやつ。知らんことはないんやけど、初めましての人ばっかりやな。よし、とりあえず異様祭りしよう。ここはね、笑い袋早いやな。まあそんなことによってホムホムがね、めっちゃ素早く大妖釜。笑い袋は魔法効かんのか。普通の攻撃も効かんとか、悲しい。まあ、たまたまやと思うけどね。キャドとか効くんかな、ちょっと、試し。うわぁ、マヌーサやめてよー。賢いなー。今4しかダメージ与えてない、辛い。5。うわぁ、やめて。あ、いいね。ピクルスもこれ結構当たってるね、マヌーさん。もっとスカスカなんかと思ってたけど。スカスカって、やめてくれよー。しかもなんぼ回復するか教えてくれへんのやね。これマヌーさんってさ、溶けへんのじゃない？このシリーズって。どうやっけ？うわー、大変やなー。やめてよー、なんでスクルトしちゃうの。つらっ。頑張れ。よし、ピクルス、お前が攻撃を当てることが大事なんやから。頑張れ。メラとか当たらんかな。会心出しても21なんです。もう本意味ばっかりして MP そこつかないんですか。あなた聞かない。ふくらやから燃えときなよ、ちゃんと。ピクルスが会心の一撃をね、出してくれるとありがたいんですよ。スクルトするな。さすがに逃げたわ。さすがにもうどうなってんのよ。あったからだ。タイマーいるよね、人食い箱。うん、スクルトかけるか。ここってボスおったっけかな。何で普通に攻撃しちゃったんやろ私。あ、死んだが。テクルスが死んだが。あ、そんな元が強かったでしたっけ。そんな元の攻撃がそうでしたっけ。そうですか。もう全然もうめでてたってレベル。これさ、復活させるのにお金足ります？そもそもの話。いやー、ピラミッド
なかなかですな。385円。足りない。じゃあ、今回はこのあたりにしまして、次回、まあ、全員復活してまたピラミッド再挑戦したいと思います。とりあえず何か復活させるか。ごちそう?ご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。